では続きまして、レックャリアコンサルタント養成講座、講座そのもののご案内に移っていきます。はい、まず、レックャリアコンサルタント養成講座は、厚生労働大臣の認定の講習です。つまり、講習終了によって国家試験の受験資格が得られるという講座になっています。そしてもう一つ、 専門実践教育訓練給付の対象講座になっています。これどういうことかと言いますと、講座を終了することによって、皆さんがお支払いになられた受講料の半分ですね、50%が戻ってきます。そしてさらに資格取得等で20%の追加給付が受けられるということです。試験に一発合格をして、登録をする。 ということで20、20%が追加給付される。最終的にですね、試験に一発合格した方は、お支払いされた金額の70%が、この教育訓練給付を使うことによって戻ってくる、その対象講座になっていますということです。そして、この2つですね、厚生労働大臣認定の講習であり、かつ、専門実践の対象講座になっているというのは、 水色で塗りつぶして、ちょっと枠で囲ってありますけれども、一定の合格率ですとか、修了率などの基準を満たした講座のみが、この講習の指定を受けることができるということで、講座の質が認められた証ということで、どうぞ安心してね、あの講座申し込んでいただいて、勉強していただきたいなというふうに思っています。はい、では、レックキャリアコンサルタント養成講座のカリキュラムです。 知識編と実践編というふうに大きく二つに分かれています。知識編、この通信って書かれていますが、これはウェブの講座で皆さんご自宅で勉強していただくものになります。まあ、自習時間も含めまして、65時間というカリキュラムになっています。実践編、通学。こちらはオンライン、ズームの講座もありますで。実際にですね、講義、演習が行われるもので、対面式、 あの、ズームであっても常に、あの、双方向でのやり取りをすることになりますけれども、7.5時間の講座が12日間で合計90時間、合わせて155時間でカリキュラムを組んでいます。でこの実践編、通学、オンライン、ズームの方は、12日間のうち10日以上の出席で終了ということになります。知識編、 実践編、いずれも終了した方には、キャリアコンサルタント養成講座の修了書を発行しまして、これが試験の受験申請の際に必要な書類となります、はい。もう少し細かく中身を見ていきます。実践編は、通学クラスとオンラインクラスから選び、選ぶことができます。両方のクラスを設けています。そして、 振り替え制度があります。この振り替え制度ですね、多くの受講生さんが大変便利だということで活用していただいてますけれども、振り替えですね、あの、12日間で、まあ、午前午後とありますので、午前午後単位でも振り替えをすることができます。振り替えについては、特段の費用をいただいてないです。無料です。それから、全国どこのレックの本校にも振り替えをすることができます。 でただ、クラスの定員の制限があります。まあ、最大20名と書いてありまして、まあ、クラスによっては10名を最大数としているところもありますので、まあ、この最大人数を超えない範囲では振り替えを受け付けています。そして、次の期への振り替えも可能です。皆さんが4、5、6月生でお申し込みをされた場合に、その後ですね、おそらくですが、8、9月生、 の設定をしていくかと思います。そうしますと、4・号6月生で終了できなかった方も、8・9月生への振り替をすることができるということになります。ただし、ただし注意点としまして、専門実践教育訓練給付を利用される方は、受講の期間というのが定まっていますので、次の期に振り替をした場合には、教育訓練給付制度の対象にならない こともありますので、ここはぜひ確認をなさってください。はい、そして振りえということで言いますと、通学クラスとオンラインクラスの間の振りえも可能です。通学クラスで申し込んだけれども、この回については、ズームで受けたいなというのも OK。ズームクラスで申し込んだものの、通学で実際に演習などを受けてみたいという振りえも OK となっています。 まあ、養成講座、ネレックのキャリアコンサルタント、養成講座の特徴として、まず講師挙げておきましょう。講師は、実務家が中心です。臨床心理士、精神保健福祉士、社会保険労務士など、あとはもちろんキャリアコンサルタントとして、実際に面談を行っている先生方など、現場経験豊富な人材による講義を提供していますので、今、実社会でどんなことが起こっているのか、どんな相談が多いのか、 このような体験談も聞くことができる。これが大きな特徴です。それから受講生の方々ですね。まあ、企業人事部の方々が最近やはり多いようには思います。えー、企業、やっぱりお勤めの方がかなり増えてきている印象ですかね。もちろん他にはもちろんですね、人材会社の方であったり、私業の方、ハローワーク、福祉系、 もちろん、キャリアが専門分野ではない方も多く受講されていらっしゃいますので、ご心配なされなくても大丈夫です。今、一旦仕事をお休みしている方ですとか、あの、例えば子育て中とかね、育休中の方、専業主婦の方なども多くいらっしゃっています。男女比それぞれ半,ば半分ぐらいでしょうかね、半々ぐらいでしょうか。年齢の中心層40代ぐらいかなと思いますが、 20代、30代の方もかなり最近多くなってきてますね。年齢層幅広くいらっしゃってます。まあ、なかなか社会人になって、あの、様々ままな業種、職種の方、年齢層の方と、改めてお話をするコンタクトを取る。 ということも少なくなってくるかと思いますので、そうした意味でも養成講座はご自身の人脈を広げるという意味でも大変ね、あのレックの養成講座役に立つかなと思います。はい。それから特徴として挙げられるのが受講環境が良いということです。通学で通っていただく場合には各本校と呼んでいる教室がある場所なんですが、駅前の通学しやすい立地にあります。 それから、やむを得ない欠席の場合の振り替受講が可能。先ほど振り替のお話をいたしましたが、こうした対応ができるのも受講環境が良いという意味で特徴として挙げています。そして、受講料ですね。受講料。のレックは全国規模で様々な試験の対策講座を行っていますので、そのスケールメリットを最大限に活かして、講座価格に反映させています。つまりは、 講座の価格を安くできているのは、レックが全国規模で様々な多くの試験対策を行っている学校だからということが言えます。で、また、後ほど詳しくお,お話しいたしますが、一般価格は30万2500円なんですが、税金込み、それからテキスト代も込みです。そして、入学金などの追加費用は一切ありません。振り替えにもお金かかりません。各種割引制度があって、 この一般価格から割引で受講できることもあります。はい、そして特徴としては、40年以上の受験指導実績を生かした試験対策講座を行っています。この試験対策講座、ちょっと具体的にね、見ていきたいと思いますけれども、まさに養成講座をお申し込みされる皆さんが、同時に試験対策のこの3点セットにお申し込みをいただきますと、 格安のお値段で試験対策購入することができますのでご案内をしておきます。すべて通信ウェブの講座になりますけれども、まあ、試験で、ね、学科と論述と面接がありますよというお話をいたしましたで。学科試験の対策講座としては、学科特訓ゼミというものをご用意しています。論述試験では、まあ、論述の講座、面接試験もそれぞれあの講座を設けておりまして、 これら一括でお申し込みいただきますと、通常ですと一般価格4万円かかりまして、レックの受講生さんの価格でも3万4千円なんですが、養成講座と合わせてお申し込みいただきますと、同時購入限定価格で2万4千円というお値段でお申し込みいただくことができます、まあ。養成講座が実際に開講するまでの間の予習に使っていただく方もいらっしゃいますし、養成講座の進み具合に合わせて、 こちらの試験対策も合わせてやっていかれる方もいらっしゃいます。復習にももちろんなっていきますので、合わせてご検討いただけたらよいかなと思います。そして参考として挙げていますのが、学科試験の対策の書籍を、ノレックの方でご用意しています。国家資格、キャリアコンサルタント、合格の取説という本です。2023年版が2023年2月、 以降に発売されます。で、この本なんですけれども、レック独自の試験の分類法で学習効率をアップさせています。そして、2級の技能検定を視野に入れている方にも役に立つような作りになっています。重要資料の白書などは二次元コードですね。これをつけていますので、ここからすぐにアクセスすることができます。 そして購入者特典として本書の使い方の動画と合わせてアンケートにお答えいただきますと学科試験の無料分析講座も聞いていただくことができます。この本の著者の先生なんですが、レックの専任講師の小沢孝一先生なんですけれども、まあ、ケリアコンサルティングの技能検定2級のほかですね、100を超えると書いてありますが、直近の情報では130を超える資格をすでに 取得をされていると。もう特に、とにかくあの試験のね対策については大ベテランの先生なんですね。で、その先生の,あの試験の合格のテクニック的なところも含めまして、様々なノウハウや出題論点を抑えた問題解放のアプローチ、これを盛り込んでいるのが合格の取説ですので、皆さんの学科試験のね対策としてお役立ていただけたら良いかなというふうに思っています。